はい、今回ゼクシオシリーズの12代目が発売したということで、どんな企画でしょうか。はい、2年ぶりにですね、ゼクシオが新しくなるということで、はい、今日はこのゼクシオのセニアスリート向けの X っていうモデルと、はい、セリクソンの ZX5 っていうね、あの松山英樹プロが、はい、エースドライバーとしてるドライバーマスターズで優勝したわけですね。そうですね、この2機種をマッツーに打ち比べしてもらいたいと思います、はい、じゃあもう早速ですね、こちら50球50球の計100球を今から打っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、では早速打っていきたいと思います。今回打つのは、ですね、松山選手がマスターズで制した ZX5 の方と、ゼクシオの最新モデルゼクシオ X と打ち比べをしていきたいと思います。それぞれ50球ずつ計100球打っていきたいと思います。それではゼクシオ X 打っていきます。振り抜きやすい。これは めっちゃいい球。ところで、NX なんでこの2つの打ち比べになったんですかね。ね、セリクソンの、はい、ZX5 のこのシリーズが、はい、まあ、すごい松山選手効果もあって、売れに売れてて物ないんですよね。めっちゃ売れてそうですね。そうなんですよ、はい、で、ゼクションの今回のシリーズが、はい、セリクソンのこのシリーズのテクノロジー結構見えてまして、はいはい、うん、で、X に関してはもうカチャカチャもついてますし、はいはい、で、リバウンドフレームっていうすごい、まあ、反発を強くするようなそういう機能も今回のゼクションを初めてつきましたので、はい、それでアスリート向けのセリクソンと、はい、でセミアスリートのゼクション、はい、これを打ち比べてみて、実際どういう人に合うのかっていうのを検証してみてもらいたいなっていうふうに思って、今回この2つの打ち比べという形ですね。確かにこの4段階のレベルの中の2つのところですね、この2つの打ち比べなんで、まあ、どっちに転んでもね、良さそうな感じはしますし。そうですね、実際、まあまあ、セリクソン打ちたいなっていうふうに思ってる方でも、ひょっとしたら、ゼクシオ X の方が良かったりもすると思うんで、その辺、マッチに打ってもらって、はい、どんな感じかなっていうのを実際見たい。そうですね。はい、じゃあ、結果がそろそろ出てくると思いますので、50球、50球の結果を発表したいと思います。終わりました。はい、じゃあ、結果の方が出てきました。はい、まずじゃあスリクソン ZX5 ですね、こちらの飛距離が 244.2 ヤード、はい、でゼクシオ X の方が 246.5 ヤード、約2ヤードゼクシオの方が絵に描いたような差が出ましたね。これやらせなしです、ね、やらせなしです。しかもヘッドスピードが両者ともに 42.7、機械みたいに、これすごくないですか。普通に本当正確な、ね、もう本当になんで忖度せずに全部自分のスピードで打ってるんで、出た数字だと思います。なるほど、この結果を踏まえてどうでしょうか。やっぱりそうですね、ゼクシオの方が、はい、ボール初速がやっぱりちょっと速くなってますよね。ですね、うん、61.2 なんで、うん、1ぐらい上がってますね。そうですね、で結果やっぱり飛距離が出てるっていう形なんですけど、やはりゼクシオ X の方がちょっとスイートスポット自体が若干広めにできてるので、はい、まあちょっと動画の中でも、ね、ちょっと芯外れたとか、はい、そうだと思うんですけど、その分の更新を若干外してもゼクシオの方が安定して飛距離が出るというところで、多分この2ヤードの差になってるのかなというふうに思いますね。確かに100球打った中でミスショット結構あったんですけど、うん、出ますよね、出ました。その時にやっぱスリクソンってちょっとミスしたなって球になるんですけど、ゼクシオ X の方はその時にでも振り抜けてたんですよ、ヘッドが、うん、走ってたんで、スイートスポットの広さっていうのは体感できたかなっていうのはありますね。ちょっとマニアックな話しますけど、はい、両方とも今回新しくリバウンドフレーム、新しくというか、スリクソンはもともとリバウンドフレームっていうのがあって、はい、今度ゼクシオにも新しくリバウンドフレームっていう機能がつきました、はい、でその中でゼクシオ X のリバウンドフレームっていうのはスリクソンと違ってカップベース型っていう形になってて、はいはい、ちょっとねスイートスポットが広くなるように設計されてるんですよ、はい、で、じゃあスリクソンは良くないのかっていうと、そうではなくて、スリクソンは同じリバウンドフェースでもカップフェースにはしなくて、はい、でこれ実は松山プロの要望、強い要望があって、おマニアックな話ですね。そうなんですよドライバーもアイアンみたいにしたい、はい、そういう要望がありまして、はい、でカップフェース型にするとどうしてもクラウンの付け根が丸くなってしまうので、
それを見上がってセレクトの方はカップ分析してないと。おまあ店頭で見比べていただいたらよく分かると思うんですけど、はい、セレクトの方はあのフェースがまっすぐスパーンと切れたように見えるので、すごいターゲットに対しては構いやすい、はいはい、そういう形になってますので、それぞれ一丁一短というかそれぞれの違いがあるので、マッツに対しては今回少しこうスイートスポットが広いゼクション X の方がっていうのが伸びたね、そう、あとはそのベースのアングル的なところでもスリックスもちょっと逃げ気味に見えてるので、そうですね、セクシオってまあフックベース、まあ、ストレートだと思うんですけど、フックね、安心感があるんで、やっぱり普段からフェード、スライサーの方は、もう出だしから安心感が、ね、うん、あると思うんですよ。より捕まりがいいのは、おそらくセクシオの方が捕まりがいいそうですね、はい、ちょっと引っ掛け気味な方はスリックスの方が、そうですね、安心してまずスタートしれるかなとは思います。うん、はい、ところで打ってと思ったんですけど、このゼクション X の羽、これってどういうあれなの？あ、それね、あのスリクソンにはない機能なんですけど、はい、アクティブウィングっていうね、新しい機能が搭載されてて、はい、まあ、空力を調整してあの安定してヘッドが入ってくる、うん、そういう機能なので、おそらくあのマッツが落ちて平均距離が伸びたとか、はい、安定したっていうのはその空力によるところも結構ですね。まあ、よりスリクソンよりオートマチックなドライバーになってるっていう感じですかね。うん、はい、じゃあ改めてマッツ最後、はい、言ってみた感想どうでしたか。もう本当にアマチュアゴルファーとしての感想なんですけど、うん、はい、ぶっちゃけ多分皆さんこの松山英樹がマスターズ優勝した ZX5 のスリクソンを使いたいと思うんですよ。かっこいいですね。めっちゃかっこいいですよ、普通に、うん、かっこいい。でもまあ売って思ったのが本当にこれもいいんですけど、まあ、ゼクシオの最新モデルでスリクソンの機能を搭載した方が、まあ、結果的に優しく打てたっていうのが僕は一番良かったです。なるほどなるほど。で、一個良かったのがやっぱりスリクソンって全体的にちょっと重めなクラブになってるんですね、僕の体感としては。でもこのゼクシオの方ってヘッドにだけ重さがちょっとあって、すごいここにクラブがあるなっていう感じでアマチュアで打ちやすいと思うんですよ。もう個人的にはデスイートスポットも広く球拾ってくれるんで、やっぱスコアアップっていう面では、僕はですよ、僕はもうゼクシオ X を使いたいなと。なるほど。こっちはかっこいいですけど、使いたいですけど、もう少しのスコアアップとしては僕はこっちがいいかなと思いました。はい、ということで、はい、今回シダシダこちらのクラブですけど、全国の釣り屋ゴルフでシダクラブ入ってますので、ぜひ皆さん一緒に来てください。はい。そして釣り屋ゴルフでは早期購入キャンペーンとして、D ポイントと楽天ポイント10倍、はい、させていただいてます。さらに下取り大幅アップをさせていただいております。そしてゼクシオの過去のモデルをお持ちの方は、こちらの価格で下取りもさせていただいておりますので、ぜひ店頭の方にお持ちください。はい、じゃあぜひ皆さん店頭の方でお待ちしております。今日はこの辺でバイバーイ。はい、それでは、本店のインストラクターの、フラ長ですね、吉川フラ長にゼクシオ X お願いします。はい、飛ぶ。シャフトがすごく先走り、先走ってくれるので、飛距離を伸ばしたいゴルファーの方にとってはすごくいいクラブだと思います。